歴史を紐解けば未来が見える大人の世界チャンネル、中島浩二です。そして世界史の青木先生です。よろしくお願いします。ありがとうございます。中東が、まあ、今ずっと、はい、やってるんですけれども、はい、最後トルコと。そうですね。はい、まあ、これまではね、イランやって、はい、で、まあ、サウジアラビアやって、最後はトルコですね。はい、まあ、この国はね、そのいわゆるイスラム教を国の中心として、してる国としてはね、珍しいんですよ。ほう、一番珍しいのは何かというと、はい、もう建国以来この100年間で政教分離を掲げてやってきた。ああ、なるほどなるほど。国民の大多数もほとんどイスラム教徒なんだけども、はいはい、で政治的指導者もイスラム教徒なんだけども、それはそれと、はい、で政治経済は別だよと。いやだからね、ほとんどのイスラム国家がやっぱりこう経典、うん、まあコーランね、コーランを、うん、自分たちの生きる、うん、指針とし、うん、それに基づいて国づくりもしているんですけども、トルコはそうじゃない、はいはい、むしろね、例えば政治家がコーランの証拠をね、例えば演説で使ったりすると、はい、でこれ法律違反になるんですよ。あ、そうですか。でその辺はね、何が背景になったかというと、はい、やっぱトルコというあの国の場所ね、もうロシアのすぐ南側で、はい、アジアと、まあ、そのヨーロッパを結ぶ、まあ、ちょうど一番こう交通上のポイントだったんで、うん、ヨーロッパの国々から、まあ、盛んに侵略を受けた歴史があるんですよ。なるほど。で侵略を受ける中でやっぱりヨーロッパで強いよなと、うん、イギリスもやってフランスもそうだし、ロシアももちろん強いし、うん、でああいったところからやっぱり学ぶものがいろいろあると、はい、で その いわゆるそのヨーロッパに学んで近代化やるときにイスラム教の教えというのがちょっと邪魔になるんじゃないかなと。ああ、なるほどなるほど。そういうふうな判断がどうもこのあったらしいんですね。だから近代化にとってはちょっとっていうところ、ね、必ずしもイスラムの教えとはそこをそぐわないみたいな感覚がどうもあったらしいんですよ。で、さっき言ったように政教分離というのを掲げながらこの100年間国づくりをしてきたと、はい、でその中心人物がこれケマルパシャという人で、はい、ちょうど去年ね、2023年がトルコ共和国建国の100周年、多分ねもうそろそろ試験あるんだけども、国公立の二次試験でも、はい、トルコの歴史っていうのがね世界史で出るんじゃないかなと私は思ってたんですね。でこの人がさっき言ったように選挙分離を、まあ、国是として国づくりやってきた、はい、例えば暦、はい、あのイスラムの暦っていうのは基本もう太陰暦、お月様の満ち欠けを基準にして時を刻んでいくわけです、ね、はい、あだから1年が354日なんですよ。ずっとね我々が使っている太陽暦からするとずれていくと。うん、それから婦人参政権、女性参政権、これ1934年にも認めちゃったんです、はい、で国を作って10年後には女性にも参政権を与えると。日本これ戦後でしょ、はい、フランスも戦後なんですよね、はい、からすると、まあ、いわゆる近代化を成し遂げた日本とかフランスなんかよりも女性参政権については早いです、ね、まあ、なのでまあ近代的というか革新的というかですね。もう一つ、まあ、近代化を推進していくためには、まあ、国民の教育水準のアップが必要になってくると。でイスラムの国々ってアラビア文字じゃないですか、はい、めちゃくちゃ複雑で難しいでしょ。なるほどなるほど。まあ我々も漢字というね、はい、非常に複雑な文字を使ってて、でこれがともすれば識字率アップにとってマイナスになるじゃないですか。なるほどなるほど。ちょっとね、毛沢東なんかは、はい、漢字をもう廃止しようかみたいなことをやったことあったんですよ。で確かさすがにそれはできなかった。ところがケマルパシャこれやっちゃうんですよ。へー。でどう考えたって、はい、我々がこれまで使ってきたアラビア文字よりも、はい、ローマ字の方が簡単じゃねえって。あ、トルコの文字ってそうなんですか。あ、そうなんですよ。へー。まあ、トルコ民族自身もね、いろいろ複雑な文字持ってたんだけども、はい、やっぱそれじゃちょっと識字率がのアプリにつながらないと。でやっぱり ABC って簡単じゃないですか。はいはい、26文字しかないわけです、ね、でこれを国民にね、その伝えていく。でその文字改革でやっていくんですよ。でその時のね写真が、これはもう多くの教科書に実は載ってるんですが、はい、ケマルパシャ自身が、はい、要するに国家元首自身が黒板をからってね、ムラムラ歩いていくんです。うーん。で村人集めて、あっち、君って出てこいって。うーん。で君の名前なんちゅうのって、青木と言います。うん。じゃあ君の文字をね、はい、名前をね、はい、書いてみようと。うーん。と青木なんて簡単じゃないですか。うーん。で 2,3 回練習して、はい青くん、じゃあ書いてごらんと。うーん。と書けるわけですよ。うーん。とケマルパシャが大きな花丸を与える。
まあこれは国民にとっては嬉しいですよね。国家元首がってことですから。もうその英雄ケマルパシャに褒めてもらった、うん、そしてやっぱついね10分前までその多分彼らは文字と無縁な生活をやってたんです。なるほどなるほど。だからその人たちが自分の名前を文字で書けるって達成感で、うん、でその達成感に満ちた奥君の顔を見て村人たちも俺も俺もと。なるほどなるほど。俺、ね、多分このケマルパシャって予備校の教師としても成功してたんだよ。いやあのねやっぱやる気になるにはやっぱ達成感が必要なんですよね。なるほど。でその辺をねやっぱうまくこの人は分かってたっていうかな。うん。で近代化を進めていくわけです、はい、で近代化という名前の工業化。ところが、はい、これはもう日本もどこでもそうなんだけども、やっぱ工業っていうのは都市が中心じゃないですか、はい、でなおかつ、トルコという国家の中で一番組織としてしっかりしているのはこれやっぱり軍隊なんですね。あ、これはもうケマルパシャ自身も軍人でね、はい、軍の司令官だった、はい、で軍隊というのが、まあ、国を守るだけではなくて、うん、その近代化の中心組織になっていると、はい、これはあのいわゆるアジアアフリカの国々の多くそうですよね、うん、まあ、タイだってビルマ、ミャンマーだってインドネシアだってみんなそうなんだけども、うん、まあ、その近代化経済の発展の中軸勢力というのが軍隊であると、うん、でその軍と軍関係者プラス地域でいうと都市が近代化の中心になっていく、言い換えると農村部はまではなかなかその恩恵がね、はい、なるほど、行き渡っていけない、はい、で、工業が発展した国の多くでそうだったように貧富の差っていうのがだんだん激しくなっていく。なるほど。でその貧富の差がイコール都市と農村の貧富差、うん、これに、まあ、つながっていくわけですね、はい、でそういったものに対する見直しっていうのが戦後始められていくわけです。でそのまあ、特に、ね、1985年、だから今から40年近く前ですね、はい、その1985年ぐらいの段階で農村人口と都市人口が逆転を始めるんですよ。へー。あのそれまではやっぱり、まあ、トルコもなんだかんだ言って、まあ、農業中心の国 で、はい、で農村人口の方が多かったところが、はい、工業が都市で発展する中で、まあ、日本もそうですよね、うん、都市化がどんどん進んでいくで農村人口が少なくなっていく、うん、で農村に住んでた人たちっていうのは近代化の恩恵をあまり受けてなかった人々で、なおかつ政教分離とは言われてもねと。あ、なるほどなるほど。イスラムの伝統を重視するような人たち、はい、伝統的な考え方の人たちが多かったわけです、はい、でそういった人たちが満たされぬ気持ちを持ったまま都市に流れていくわけ。うーん。するとそういった人たちを支持基盤にして台頭する勢力が出てくるわけ。これが今のエルドアンさんたちなんです。あ、そうなんですね。あのエルドアンが率いているですね、はい、政党の名前公正発展党というんですね。発展は大事だよ、はい、でも公正にフェアにやっていこうよ。うーん。で、さっきも言ったようにこれまでのトルコの発展って都市が中心で軍隊中心だっただろう、はい、農村は打ち捨てられてきたよね、これっておかしくないですか。うん。これが都市に流れていったその旧農民の人たちね、はい、このハートをつかむわけ。うん。でそういった人たちの支持を集めて彼は1990年代にトルコ最大の都市であるイスタンブルの市長に当選するわけです。でそれを踏み台にしてちょっと言ったらちょっと失礼だけど、それを、まあ、ステップにしてということですね。そのトルコの国家元首に上り詰めていくわけですね。でやっぱそのこれまで100年間ね、どちらかというとあまり顧みられなかったイスラムの伝統みたいなものを強調しながら彼はこの十数年間ね、うん、政権を担当してるわけです。うん。あのイスタンブルに有名なですね、建物があって、はい、これあのもともとキリスト教の寺院だったハギアソフィア聖堂といってね、はい、これもう世界史の教科書に必ず載ってる聖堂なんです、うん、でそれを、15世紀にオスマン帝国というイスラム教の国が支配する、うん、でモスクに変えるんですね、うん、ところがそのモスクをケマルパシャがその宗教性をなくそうというんで博物館に変えちゃうんですよ。でその博物館に変えられたモスクがエルドアンさんの下で再びモスクとして、姿を変えたわけですね。でこれはそれこそこれまでのトルコの100年間の歴史というものをある意味こうひっくり返すような大きな動きだったわけ。まあただこうエルドアンさんって割とこう強権っていうふうに言われたりだとか、うん、ね、あの新しい法律でエルドアンの悪口を言ったら罰せられるみたいな漫画描いたらね逮捕されたんですよ。それやりすぎやろ。いやだからまあ
通常のイスラム国家だったら、うん、まあそういうこともあり得るんだろうっていうふうには思うんですけれども、うん、まあ割とこう開かれたイスラム教の国っていう印象があるので、うん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 、ああそんなことをやっちゃうんだ。あの強権的でね。で、一つはその強権にならざるを得ないのは、はい、あのトルコってやっぱ少数民族がたくさんいて、はい、その少数民族の一つがいわゆるクルド人なんですね。でクルドの人たちっていうのはまあイランに対してもイラクに対しても分離独立運動をずっとやってきたわけです、はい、でそれをトルコ政府もイラン政府もイラク政府も徹底して弾圧をしてきた。で弾圧をするためにはエルドアンさんはやっぱ軍隊とも協力必要じゃないですか、はいはいはい、これまで政教分離で近代化を進めてきた軍隊とコントロールしてやっていかないか。で軍をコントロールするとやっぱ大変じゃないですか。だからどうしても強権的にならざるを得ない。なるほど。一方でねやっぱりこれからのトルコの発展のためには技術や資本を呼び込む、あるいはマーケットとしてもいわゆる EU 諸国との友好関係が必要なんですよ。でどうもねゆくゆくはまあ EU に入りたいみたいな気持ちがあって。ああそういうことですか、うん、ただ EU に入るためには一つ大きな関門があって、何かというと死刑制度廃止しなくちゃならない。ああなるほどなるほど。でそれまでは、まあ、クルド人の武装勢力に対抗するためにも死刑制度必要だったんだけど、これエルドアンさん辞めちゃうんですよ。あじゃあもう着実にそのなんていうか、うん、あの準備を進めてるっていうことですね。ということですね。ただなかなかねやっぱその人権感覚がやっぱりヨーロッパ諸国とは違うんで、なかなかそこはうまくいかないんだけども、やっぱり今後のトルコの発展のためにはもちろんイスラム世界における、まあ、名士のポジションみたいなものを欲しがってる嫌いもあるんだけど、一方でやっぱり EU 諸国との友好関係ですね。でそこでこうなかなかねそのなんていうか両方にいい顔をしながら、だから舵取りが難しい、難しいと思うんですよね。ことですよね。でなおかつ国内における農村と都市の対立、うん、イスラムを重視する人たちと、まあ、言い方悪いけどもこれまでイスラムをどっちかちょっと軽んじてきた人たちとのこうバランスというかね、うん、まあ、でそういう複雑なその対立構造の中で十数年間も政権維持してるんで、いやだから無能な政治家じゃないですよね。いやいやそだと思います、ね、で、まあ、選挙もねあの危ないかなっていうふうに言われたけれども、ちゃんと当選して、でまあウクライナとロシアの時になんかこうあの仲を取り持とうと一応やったりだとか、そういうこともあるんで、あれもね、トルコがあって最初はやっぱね名前が出てきた時思ったんですけれども、やっぱりねトルコは大国ですよだと思います。人口もね8000数百万人で、まあ、大きな人口を持ってるし、まあ、ポジションですねなんて言ってもね、でいろんな国々との友好関係なければやっていけないようなポジションにある、あの地理的な、地政的なポジションあるんですね。そうなんですよね。地政学的にやっぱりそういうところですよね、うん、アジアとヨーロッパの要衝だったりとか、うん、だからその2年前にねイラン、イラク、あのウクライナとロシアの戦争が始まった時に、はい、国際的ポジションを高めるためにトルコはね仲介のロードを打ったという解釈があったんだけど、うん、はいはいはい、違うっていうそうじゃないんですよね。もっとね切実なものがあるんですよね。やっぱあそこでドンちゃんやってもらうと、うん、ドンパチやってもらうとトルコにとってプラス一つもないんですよ。はいはいはい。だ僕はあの、まあ、ウクライナ戦争もなかなか終わらないんだけど、うん、そのあの問題を集中するにはやっぱトルコの役割とは決して小さくはない。あ、なるほどね。できればねプーチンに顔が利く習近平あたりと連携しながらできないのかな、なんとかできないのかなっていうのを気がちはちょっとしてるんですけどね。うん、また今中国がね力を落とし始めて、いやそうなんですよ。そしてまあ大統領選挙を前にナワリヌイさんがあんな風な亡くなり方をしてっていう、これもう本当びっくりしましたね。ちょっと話ずれるけどね。いやいやもう飛んじゃうけど、まああのだから国際関係ってね地政学的なところだからやっぱりこう地図見ながら、うん、やっぱりこう歴史っていうのも一緒に見ていかないとわからないってことですね。あのおっしゃったように地図見たらある程度見えてくるものって必ずあるんですよね。ということです。トルコでした。